こんにちは。建築環境デザイン研究室の島崎です。この研究室では、安全、健康、快適な建築環境をデザインするをテーマに活動を行っています。例えば、東京オリンピックを控え、暑熱化が問題となりました。夏季温熱環境に限っても、地球規模の温暖化や都市スケールのヒートアイランド現象、個室レベルの快適性など、さまざまなスケールの現象、課題があります。環境に関わる物理学を追求することで、どのような現象に対しても統一的に問題の解決を図り、持続可能な先進的な街、建築空間をデザイン、つまり創造することを通して、次世代の生活基盤を支えていくことを目指しています。私たちの研究の特徴の一つは、環境の数値化です。現状把握や改善度合いを見える化する環境を測る物差しを提供することで、より良い環境デザインへつなげることができます。そのために、詳細な環境測定・解析を通して、物理法則を用いて、身の回りで起こる現象の環境モデリングに取り組んでいます。研究の一例を挙げると、遮熱や断熱と呼ばれる都市や建物の外皮に使われる素材の物性をコントロールすることで、建築物内だけでなく、都市域へのエネルギー負荷を削減する試みを行っています。また、自然硬水を利用した保水性素材や、植栽を利用した鮮熱利用にも取り組んでいます。これら高機能性材料や植栽を上手に活用することで、良好な主環境や騒音低減にもつながることから、温熱環境だけでなく、複合的な意味でのスマートシティ創生の実現を目指しています。建築環境工学やそれを実現するための建築環境設備学は、私たちの人の生活に非常に身近な学問領域です。建設分野だけでなく、素材メーカーなど多くの企業との共同研究も実施しています。現在、海外連携校からの留学生も学んでおり、また海外実務訓練や大学院生では国外での学会発表の機会があるなど、実学、国際感覚を学ぶ土壌があります。So I conduct the experiment on theOutdoor thermal comfort and noise for the pedestrian. I'm using two types of material, which is water retaining pavement and asphalt, dense asphalt pavement for this kind of research study. And I'm glad to study in Japan, since I also can experience the four seasons, because in this investigation I doing for the four seasons in the Japan. ForIn Malaysia, I only have the hot and humid climate. So I really glad to study here. 先生と友達は助けて研究します。ぜひ私たちの分野、研究室で一緒に研究してみませんか。